おはようございます。速稼塾の久保です。12月3日の相場解説になります。大きな動きの後ってのは必ず収束が起きるんですよね。そして収束の後は必ずブレイクが起きます。この繰り返しで相場っていうのはできてるんですけども、今回もねその顕著な例が出てると言えます。こちらの画面をどうぞ。まず日足なんですけども、大きく上の方からぐわっとね落ちてきましたよね。それまで急速に上昇の方に向かっていって、ここから考えるとものすごい動きをしてますよね。で、これが4時間になるとどうなるかってことなんですが、4時間になるとね、ちょっとこう、下げのトレンドを形成しながら、まあ、全体の流れとしては、右肩上がりだったはずなんですけども、これがね、この流れがですね、大きな流れを、大きな上位足を下に引っ張り下げる効果を出してくるんではないかなと思ってます。その前に1時間を見ると、こういうふうな傾向が見られてるんですよね。それが今回のテーマですけども、大きく上からドーンと来たものが、だんだんと上下の幅、ボラティリティを収めてきてるんですよ。あれね。ちっちゃくなってるでしょ、三角形が。こういうふうになってきてるわけなんですよ。で、これをディセンディングトライアングル、下の方に抜けていく動きが、こちらの上から入ってきた方向に抜けるっていう形に向かってるんではないかなって考えるのが今の私の考え方ですよね。だから112円の方向に向かって下の方にブレイクするんではないかなというふうに今考えてます。この形でね、上の方に抜けるってのはあんまりないんですよね。まあですんで、こっからやっぱり昨日も申し上げましたけども、トレンドの転換を起こしてセルの方に向かう、そんな12月の、2週目を作るんではないかなっていう感覚はあるんですよね。はい、じゃあ今日のお話は以上でございます。セルの方に向かうんじゃないかなっていうふうに思ってきたってことですよね。それは昨日も転換起きてることを疑ったんですけども、今日はますますその疑いが強くなったってことになります。それではね、今日金曜日ですけども、材料がありますね、夜ね。その材料を見て6、7、8、9、10、こちらの実際にエントリーする週の値動きを追っていきましょう。それでは本日は以上です。